はい、のりこさん。はい、てっぺいさん。おはようございます。おはようございます。おはようございます。元気ですか？はい、元気です。よかった。いいですね。今日ね、はい。日本は祝日です。そうなんですよね。うん、祝日にありがとうございます。いや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 、今、ちょうど、帰ってきて、まあまあ十分遊びましたよね。そっかそっか。どこに行ってたんですか？はい、公園に行って、うん、その近くで、ソフトクリームを食べました。ああ、いいですね。はい、お子様と。ソフトクリーム、うん。なんか美味しかったですね。なんか一つは普通のまあミルク、まあバニラみたいな。はい、はい、はい。はい。あともう一つは沖縄の塩。沖縄ソルト。沖縄の塩。へえ、そんなソフトクリームがあるの？ありましたね。ちょっと甘いけれど、しょっぱいというかね。少し、少し塩の味がして、ね、色がね、青なんですね、青。青？へえ、そんなソフトクリームは食べたことがない。ね、青いソフトクリーム。うん、そして、いわゆる色ですね。その色は自然な、その塩からの色です。そっか。なるほど。はい、そのいわゆる着色料、その色をカラリングをしてない、うん、書いてました。なるほど。美味しかった。色、うん、うん。なんかね、やっぱちょっとだけ塩が入ってるから、ね、うん。うん、甘いものにちょっとだけ塩が入ってるのって、そうそうそう、わかるわかる。美味しいですよね。うんうんうん、美味しいと思う。はい、日本だとちょっと大人な感じですね。そう。日本だと結構その小豆、あんこにちょっと塩が入って塩大福。あるある。うんうん、少しなんか塩の入った、まあ、あんこは塩がちょっと入ってる。入ってますよね。でちょっと塩が少し多めでも美味しいですね。ちょっと大人というかね。うん、大人の味ですね。最近なんかこうグルメチョコレートとかで。チョコレートの上にちょっとロックソルトが乗ってるとか、ね、そうそう、ありますよね。はい、うん、そういう感覚なんでしょうね。そうそうそう、大人ですよ、はい、ちょっと、はい、うん、まあ、僕の子供も美味しいって言ってたんで、まあ、子供も、うん、よかったね、はいはいはい、大人だけ、 まあ、でもレッスンはあったんですか今日？レッスンありますね。朝もあったし、ああ、そうかそうか、この後もあります、うん、まあ、僕のブレイクですよね子供ブレイク大人と話すのはね、うん、やっぱり僕は好きですけどね。そのなんかレッスンって言ってもね、僕のレッスンはまあ基本的に会話ですから、はい、私もですね、大人と話をするというのはこのなんか公園の中で子供と走り回ってるよりも違うでしょうね、はい、僕にとっては、まあ、全然疲れない、うん、お疲れ様、うん。今日は天気はどうだったんですか？暖かかったのかな？暑いぐらいなの？はい、じゃあ T シャツとかもしかして？もちろん T シャツ、半パン、サンダルですね。ちょっと夏ですね、はい、まだ。いや、32度？今日は32度。マジで？そうか。それは暑いわ。うん、じゃあもう汗が。もう汗が。子供と走り回ったら。もうパンツの中が汗だく。いやでも本当に何ていうの、子供と一緒に、ね、分かる分かる、まあ汗ねかきますよ。そう、子供が何かこう、うん、お尻のとこがねちょっと何かこう、うん、汗をかいて気持ち悪いで、僕も「いやパピも同じだよ」って言って、もう何て、同じだよ、自転車でやっぱり行くんで、自転車に乗るとお尻が熱くなっちゃうんですよね、うん、はい、で、ね、駐輪場と言いますよね、自転車置き場に自転車を置いてると、はい、暑い日はそのシート、サドルっていうの、うんうんうん、座るところがすごく暑くなってる、ね、あ、そう暑くなってますよね。そうですそうです、暑いみたいな、暑、ね、お尻が暑い、あるある、うん、そんなことありますね、本当になるほど、 T シャツっていうよりはもう本当にやっぱお尻のあたりが暑くて、アイスクリーム食べても、そう、食べたくなりますね、もちろんね。アイスクリームと冷たい飲み物と、ただね、ビールは飲めないんですね。まあね、はい、まあ、レッスンがとかじゃなくて、そのまだ日本はそのアルコールは、そう基本的にお店で飲めないんでしょ？飲めないっていう、まあみんな公園で飲んでましたけどね。あ、そう、はい、まあお家でね飲めばいいじゃないですか。まあね、まあ日本の場合はその公園で飲むことは悪くないんですよね。
そうなんですね。公園によりますけど、でも、うん、もちろんもちろん場所によるけど、はい、この辺の公園は全部大丈夫です。特にそういう法律はないです、ね。はい、たくさんのね、ヨーロッパの国とかアメリカでは、そうです、ダメな時が多いです ね、ダメな場所とかね、まあまあ、あの法律でね、そうそうそう、うん、日本はそれはないんですけど、まあまあ、あのほどほどにね、まあ、ビール1本ほどほどに、そうそうそう、あのそんなにあの、うん、なんかパーティーみたいな人はいないですよ、いないいないです、ね、はい、みんななんかピクニックしながら、そうそう、1本だけね、1本だけ、そうそうそう、なんか弁当でも食べながら、そう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 とか、まあバーベキューしながらとかですね、そうそうそう、大人ですから、もうそんなにたくさんは、騒ぐ人はあんまり、そうそう、騒いだら多分警察が来る、ね、ダメですダメです、はい、迷惑だしね、はい、ダメですけど、はい、まあまあまあ、はいはい、なるほどね、いい久しぶりにいい、あの祝日なんだと思います。あの、ああ、よかったね、うん、はい、最近その祝日ね、なんかこういろいろあるでしょ、で、そうそう、日本多いよね、そう、台風が来たり雨が降ったり、うん、祝日に限って天気が悪かったんで、今日はあの、はい、天気がいい祝日、秋分の日ですね、秋分の日、うん、秋ですね、秋になる、なるほどね、32度もあって、そうそうそう、なんか秋って感じがしないですけど、あの一応秋分の日。なるほど。うん。え、のりこさん、あの、はい、フルムーンとか見ましたか？見ませんでしたね、うん。多分見えなかったと思いますけど、天気がね。あ、そうです。え、見たんですか？見ました、見ました。はいはい、うん。すごく大きいお月様で。あ、いいですね。お月様って言いますね。お月様。月のこと、そう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 、うん、大きいお月様を見て、お月見、月見団子を食べました。あ、本当に、はいはい、あのスーパーとか行くと今あの月見団子、あるよね、そう、季節のものでね、 そして大体半額とかであるんですよね、半額、あ、そうなんだ、はい、やっぱたくさん多分作るんで売れなくて、そうね、あ、まあまあ、あの、はい、売れ残るよりは売れ残っていいもんね、の半額だから、まあ、じゃあ買おうかって言って買ってね、いいですね、はい、なんかお月見するなんて素敵、なんか風情がありますね、風情がある、いいですね、風情、風情というのはどういうことかななんかそのなんですかね、うまく説明できないけど、そうそう、なんか季節のものを感じてそれをちょっとお祝いするみたいなね、そう、ちょっとなんかそのはい、生きということですね、なんかあの、そうです、そうです、素敵ですよ、とてもいいということですね、うん、そしてエレガンスで、エレガントな、あの、うん、風情がありますね、そういうものを感じつつ、はい、ね、家族と一緒に時間を過ごして素敵な考えと思いますね、うん、なんかこう夏とかにまあなんか京都とかの夜のね、静かな街をちょっと歩いて、そう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 、そういう感じですよね、風情がある、そんなイメージである、ね、そうそう、なんかこう、なんかこう静かで、うん、なんかとても日本的な静かな、あの夏の涼しい夜、うん、川が、そうそう、川の音を聞きながらね、川の音、水の音、そして月があって、うん、まあなんか、そうそうそう、若い人が例えば浴衣を着て、ああ、いいじゃないですか、風情がある感じですね、風情がある感じ、そうそう、なんていうかな、そうそう、風情ってどんな感じか、ちょっと昔っぽい日本って感じですかね、どちらかというと、そうかな、新しいものには使わないですからね、使わないですね、うん、風情がありますね、いいです、ありますか、なんか風情のあることないですね、ないな、ここでそんなこと感じない、バグなんかやっぱりなんか日本的な考えなんじゃないかな、やっぱりだから今そのお月見をしてるっていうね、その風景を想像して、私はなんか風情があるっていう言葉が出てきたんですよ、だからなんかすごく日本的なこととなんか関係があるのかもしれませんよ、うん、まあ例えばアイルランドのパブに行って、いや全然風情があると言わないでしょそんな言葉を使うあの状況じゃないですどんな言葉でもなんかないんですか、その英語でありそうですよね、そういうね、なんかあの、ごめんなさい、私のレベルでは分かりませんね、なんかオーセンティックでなんかこういい感じ、
なんかそっか、でも風情じゃないと思うな。だからなんか違うんでしょうね。すごく日本的な考えなんでしょうね。いいねとかそんなんですよね、うん、多分ね。いいね、それぐらいは風情があるね。風情がある。そう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 、まあ、本当そういう京都とかのイメージですよね。夜の京都を歩いてとかね、そんな、なんか東京のその渋谷とかでそういう感じはないですね。ないですね。ないない、うん。私も使わないと思います。はい、うん。やっぱりちょっと古い日本って感じかな。うん。田舎でもいいんですけど、田舎の神社のなんかこうお祭りの帰りとかなんかそんな感じ。うん。そうそうそう。ね。うん、そんな感じそんな感じ、うん。なんか風情のある町っていうと。やっぱりちょっと伝統的な街ですよね。ですね。はい。旅館とかがあって、ちょっと暗くて、ちょっとこの旅館の明かりだけがあって静かで、そんな感じですね。風情が。そう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 。うん、いいですね。はい。いいですね。うん。悪くない。秋、これからね、秋が始まって。アイスクリームのラストチャンスかもしれなかった、ね、そうそうそうですよ、多分だからいいアイスクリーム、うん、美味しいソフトクリームを子供さんと食べる時があって、うん、よかったよかった、ラストチャンスだからそう、もう寒くなってくるからね、うん、そうそうそう、よかったね、はい、いいいい祝日、うん、はい、これはもう家族のもうルールですから、あのルールなの、夏だけはアイスクリームを食べていいっていうルール、あ、そうなの、はい、そんなルールがあったんですか、てっぺいさんちには、はい、ありますあります、そうじゃないと、もう本当にアイスクリームがもう一年中になっちゃうとちょっとやっぱりね、うんうん、どうですか。でも中にはいますよね、寒い時にアイスクリーム食べるのが美味しいとかね、その暖かい部屋で、はい、うんうん、私にはそれはイメージがやっぱりないかな、やっぱり夏、暑い時に食べたいよね、うん、暑い時にアイスクリーム、うん、ちょっと寒くなるとやっぱりなんかこうもっとね、ベイクみたいな、うん、なんていうの、そうそうそう、ね、そっち系がいいよね、はい、うん、この前なんかね、その話をしてて、アメリカではいわゆるタルトみたいな、はいはい、パイ、多いね、パイですよね、うん、パイパイ、はい、うんうん、アメリカではパイって言いますよね、多分そっちではタルトでしょ、うん、タルト、あ、そうね、そうですね、はい、パイって言うとなんか、はいはい、あれでしょ、肉のパイとかそういうのもありますからね確かに確かに、はい、はいはいはい、うん、食べますかタルト、食べますね、この時期だとアップル、あ、アップルパイのことですよね、多いですね、うん、アップルタルトって言ってます、アップルパイって言ってます、アップルパイって言ってるな私は、うん、お店にはアップルパイって書いてます、アップルタル、はい、書いてるお店ありますけど、アップルパイ、うん、はい、でもアメリカの統一はされてないと思いますけど、ないんです、ちょっと違うんですか、アメリカのタイプと少し、私わかりません、わからない、アメリカでアップルパイを食べたことがない。うん。うん、いや、でも大体味は同じなんじゃないですか。やっぱり。でもアイスクリームと一緒に食べないですよね。ああ、こっちはカスタードですね。あ、カスタード、うん、北アイルランドの人カスタードつける人多いですね。まあ、イギリスの人は多分聞いたら半々に分かれると思うけど、カスタード派ですかアイスクリーム派ですかってよくある会話ですね。あ、カスタードクリームです。はい。うん、はい。北アイルランドの人はそれは定番ですね。デザートにカスタードクリームをかける。まあ、その何でもかけるわけじゃないけど、そういうタルト系には。そうですか。面白いでしょ。はいはいはい、どんな感じ？黄色いやつですよ、黄色いドロッとしたカスタード、まあ、自分で作る人少ないですよ今はもう、うん、テスコとかで買ってきて、本当だ、ね、で冷たく食べてもいいし温めてもいいし、うん、はいはい、ちょっとやっぱり違うな見た目も、うん、はい、あとクランブルみたいなのもあるんですね。それは違う。ああ、そう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 、はい、アップルクランブルですね。それはそうそう、美味しい美味しい。もっと簡単に作れる感じでしょかな。うん。いや、私は作ったことがないから分かりませんけど。うん、はい、うん。いつも買うんですか。そうね。買うこともあまりしないかな。やっぱりレストランとか行った時にデザートメニューで頼めることはできるけど、あんまり。まあ、作ることはまずしないし、買ったりもあんまりしないかな。
うん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 、大きいでしょ、大きいから私とこ2人だけだからやっぱちょっとね厳しいんですよね。ホールはねちょっとピースも買えないですか。買えないですね、ホールが多い、うん、そうそうそう、だからやっぱレストランとかあと友達の家にね招待されて行った時によく出てくるデザートですね、うん、もうあれあの焼いてるんですかね家で。そうそうそう、温めて、うん、買ったものをやっぱり温めて、あ買ったものを温めたりね、あ、まあ、もちろんその作る人もいますよもちろんね、うんうん、作る人がいたらあれですよね、もう家に帰ってああどうぞどうぞって言ったとね玄関で、うんうん、アップルパイの匂いだな、うん、そう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 、でそれでね僕がアップルパイが出てくるんだなでそうそう楽しみにね、楽しみにして、はいはい、デザート、じゃあなんか、うん、まあなんかこう料理を食べて、そうそうそう、でデザート、ああデザートのアップルパイ、じゃあそろそろデザートにしますか、ああデザートアップルパイって俺は知ってるぞって思ったら、何が出てくるのそこで、なんかダイジェスティブビスケットとかだと、なんだよ、アップルパイじゃないの？それはちょっととか、何ダメでしょう。鉄平くんは何バナナ食べるみたいな、何バナナとか朝だけでいいやん、キウイにする。ああ、やだやだやだ。アップルパイはどこ？アップルパイの匂いしてるでしょ？でもそんなこと多分ある私の経験ではないな。大体なんか頑張ってみんなデザートを買ってるか用意してるから必ずいいデザート出てくるはずですよ。そうですか。そしたら、うん、これはイギリスのスタンダード。いやあのアップルパイは昨日食べたこれ残りの香りですよ。残りが残り残りすぎじゃないみたいな。残りすぎでしょ。換気悪いな。空気が変わってないですか全然昨日から。そんな寂しいね、期待させといて。はい、あんだよいいよ、もうカスタードクリーム。うん、じゃあ全部ちょうだい。カスタードクリーム好きですからね僕は。テスコのカスタードクリームお願いします。うん、そっかそっか。デザートがっかりしますか。でも例えばねのりこさんね、うん、こうどうぞどうぞのりこさんって言ってね、うんうん、でまあなんかご飯を食べて、ね、うんうん、でデザートにのりこさん、じゃあデザートはバナナとか。バナナ、はい、うん、いや。かなりがっかりすると思います。でもそれはバナナに失礼じゃないですか。いやいやいや、その今までの、まあ私は北アイルランドだけですけど、友達の家に行った時にバナナがデザートだったっていう経験がないから、どうしたのって、そのやっぱり友達、その何ですか、ディナーに招待されるとか、その気軽に行く場合じゃなくて何かの、まあ招待です、例えばそうそう誕生日とか、なんかその特別なことでしょう、された時に本当にデザートはもの皆さん頑張ってる、その買ったものだでも、あ結構やっぱマークさん、あのスペンサーのものとかなんかレモンパイ、それはすごくスタンダードだと思う、ここでレモンケーキとか、そう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 、うん、で一つじゃない、なんか2種類とか3種類出てきますね絶対、好きなものをどうぞみたいな、私のイメージでは。だから私の家でも何回かそういうことをやったことがあるけど、ものすごいプレッシャーで、もう自分が作らないから、もうちょっと何かいいもの買ってこなきゃみたいな。ベイクカルチャーですかね。ベイク。そう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 、本当に。なんか食べ物は。デザートは皆さん期待されてますよね。食べ物は別にそんなに頑張らなくてもいいんでしょ。うん、かな。まあいろいろね。でもデザートってものすごく大きいよね、こっちで。うん。そうですか。じゃあみんな楽しみにしてるんですよね。出ると思う、絶対。だから私ももしバナナだったら、あれって今口には出さないけど、あれバナナでも私家でさっき朝ごはんで食べたけどみたいな。リンゴとかどうですか、ね、リンゴ。リンゴ、うん、ダメダメ。絶対ダメ。ヘルシーチョイス、ダメですか。フルーツサラダ。あ、でもフルーツサラダは。ありますよね。でもデザートじゃないかも。あ、そのフルーツサラダでいろんなフルーツあるある、ナッツとかある、あのいろんなフルーツが入ってね、うんうんうん、ありますあります。でもそれだけじゃないんですよね、なんかいろんなものが出てくるんですよ、北アイルランドのお宅に行くと。本当に大事だと思いますね、はい、いやいやいや、まあね、何の話だ。鼻がムズムズし、アレルギーじゃないんですよ。ちょっと今日なんか鼻が、そすみません、あののりこさんに風邪がうつらないようにちょっと気をつけてください。風、いや風邪じゃないでしょ、でも。いやもし風邪だったらうつしたら悪いんで、ちょっとマイクからマスクしますか。はい。
いや、なんかあるらしいですよ、このなんかインターネットを通じて映る風っていうのは。いや、なんかやめてくださいよ、なんか怖い話、ホラーみたいになってくる。いや、きっと来るみたいな。いや、本当、最近はネットからあの風が映った人も結構いるらしい。のりなんか悪いものに取りつかれるとか、そういう話ですか。いや、リングみたいな話。リング、いや、そういうの、僕は普通の嘘でしたけど、あの、のりこさん、そういう拾い方をします。いや、すいません。ちょっと鼻水がね。いや、私はアレルギーがあるんで。何のアレルギーですか？私ね、ちゃんと調べてもらったことがないんですよ。本当にそれは良くないかもしれない。だから花粉症は絶対あるんだけど、はい、多分なんかいろいろほこりダストも絶対あると思うんですね。もしかしたらそのケミカルの何かも反応してるかもしれない。朝シャワーの後本当に鼻水が続くんですよね。シャワーの後、うん、そうだからなんかケミカルじゃないですかね。その朝本当に、まあ、わからない、そのシャワーの後って言い方よくないけど、いや朝、多分ね、私多分それシャワーの水が鼻に入ってるんですよ。そうかそうか。それが出てきてるんだよ、うん。そうかな。なんともお答えしづらい。顔洗いながらシャワーの水が全部鼻に入っちゃってる。そうか。違いますか。いえ、わかりません。シャワーの朝鼻水が多いですね。まあ、でも結構そういう人は多いですよね、うん。朝ずるずるする。寝てる間のあれかな。ほこりが。ちゃんと調べてないから、うん。季節的なものですか？いつもですか？私、本当に一年中です。うん、でも、まあ、今ちょっと花粉症が落ち着いた季節だから、あの目がかゆいとかはないけど、ね、あのだいぶ前にもお話ししましたけど、季節によっては花粉症も出てくるから、その場合はもう鼻水は、半端じゃないですね。半端じゃないって言えないかだけど、ものすごく半端じゃないということは、ティッシュがすごい出てる、うん、そうだから今はそこまでじゃないです。今日はそこまでじゃない、うん、ちょっと大変です。だからその花粉症が悪い時は、うん、ずるずる言ってます。ずる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 、すいません、汚いけど、なんかずる、うん、まあ、いやなんかそのまあ、もちろん調べることも大事かもしれないですけどね、アレルギーだったら。でも、ね、ちゃんとね、まあ、なんかこうカモミールティーとかね、そういうのを飲んでよくなるとかね、そういう方法もありますよね。あとは、あ、そうなの、カモミールティー、いろいろあるでしょ。いろんなハーブティーとか、うんうん、なんかこう、まあ、あとはやっぱりこう体を強くするとかね、いろんな方法はある、ね、あ、なるほどね、うん、